アマゾンの人工知能 AI はボリーという音声合成の仕組みを持っています。これを使うとテキストを音声に変換してくれます。早速、プログラム言語の Python でプログラミングしてみました。こんにちは、森新一です。大原玲子さんとは、ただのお友達です。